ラリー・ジョンソンはメリーランド州ラプラタ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは RB。ハイスクールのアメリカンフットボールコーチであるラリー・ジョンソンと母クリスティンの間に3人兄弟の長男として生まれ育った。高校3年時に2159ヤードを走り29タッチダウンを挙げた。その後彼はペンシルベニア州立大学に進学し、 大学4年時の2002年には平均7.7ヤードを獲得し2000ヤード以上を走った。平均7.7ヤード獲得というのは1983年にハイズマン賞を受賞したマイクロージャーの NCWA 記録を更新するものであった。またこの年彼は大学の1試合におけるラッシング記録を3度塗り替えた。 ノースウェスタン大学戦で257ヤードを走り、1981年にカートワーナーがシラキューズ大学戦で作った256ヤードの記録を更新し49から0でチームの勝利に結びつけた。その後もイリノイ大学戦で279ヤードを走り18から7で勝利、ロードとなったインディアナ大学戦では327ヤードを 走り58から25での勝利に貢献した。ビーバースタジアムで行われたビッグテン・カンファレンスのシーズン最終戦であるミシガン州立大学戦では前半だけでわずか19回のボールキャリーながら279ヤードを走り2000ヤードラッシャーとなると後半はサイドラインに下がった。こうした活躍によりハイズマン賞の投票で彼はカーソン・パーマー。 ブラッドバンクスに次いで3番目の得票を集めた。ジョンソンがハイズマン賞を逃したことについて、ペンシルベニア州立大学のファンはチームが全勝した、ものの全米ランキング1位になれなかった1994年シーズンと同様メディアによる偏見や大学のプロモート不足であったと激怒した。彼は最優秀 RB に与えられるドクウォーカー賞やマックスウェル賞を ウォルター・キャンプ賞などを2002年に受賞し大学を卒業した。2003年の NFL ドラフト一巡目全体27位でカンザスシティチーフスに指名されて入団した。チームは a s RB のプリースト・ホームズが前年12月に電部の大怪我をしており状態が万全ではないことから彼を指名したがヘッドコーチのディック・バーミールはディフェンス選手の指名を欲していた。 キャンプ開幕前の7月17日に彼はチーフスと7年契約を結んだ。ジョンソンとバーミールコーチの間の確執は次第に大きくなり、2004年にはバーミールコーチによるジョンソンは成長し、おむつを取る必要があると発言した。周囲の者は彼がトレードで放出されるのではないかと観測したが、プリースト・ホームズとデリック・ブレイロックが負傷し彼に、 先発の座が回ってくると、最初の3試合でいずれも150ヤード以上を走る大活躍を見せた。2005年にも同じ状況が繰り返された。ブレイロックが退団し11月初めに、ホームズが首の負傷でシーズン絶望になると11月20日のヒューストンテキサンズ戦で211ヤードを走りにタッチダウンを上げるなど、ホームズ負傷後は、 NFL トップのラッシングヤードを稼いだ。シーズン終了までにジョンソンは9試合連続で100ヤード以上走りプロボールに選ばれた。ジョンソンはシーズン当初7試合は先発出場しなかったにも、かかわらず1750ヤードを走りチームのシーズン記録を塗り替えた。また、レシーバーとしても33回のキャッチで343ヤード。 平均10ヤード以上を稼ぐなど非凡なものを見せた。チームはこの年10勝6敗の成績を上げたが、プレーオフ出場はならなかった。2006年になると2シーズン続けて負傷したホームズに、代わって彼はチームの SRB となった。416回のキャリーで1789ヤードを、走りチームは9勝7敗で、プレーオフに出場したが、 インディアナポリス・コルツ戦で彼は13回のキャリーで30ヤードしか獲得できずにチームは敗れた。この年2年連続でプロボールに選出された。2007年トレーニングキャンプをホールドアウトしていた彼は6月21日チームと契約を結び直す、合意をした。7月22日にはグリーンベイ・パッカーズとの間でドラフト1巡、2巡、3巡目指名権と トレードされるといった噂が流れたが8月21日に2012年までの5年契約が結ばれ彼は NFL の RB の中で平均年俸トップに躍り出た。この年の第9週グリーンベイパッカーズ戦の第49週版に負傷してサイドラインに下がった。この負傷はシーズン絶望となる大怪我で彼は故障者リスト入りした。 この年の成績は158回のキャリーで559ヤード、わずか3タッチダウンに止まった。2008年9月7日、怪我から復帰戦となったニューイングランドペートリオッツ戦で彼は22回のキャリーで平均3.4ヤード、74ヤードを獲得したが、チームは10から17で敗れた。翌週のオークランドレーダー戦にも敗れると彼はマスコミに対して、 チームが彼にボールをあまり持たせないことについて不満を漏らした。続く2試合で彼は52回のキャリーで平均6.1ヤード、合計で319ヤードを獲得した。10月18日のテネシータイタンズ戦で彼はチームの規律違反を犯したとしてチームから出場停止処分を受けた。翌週のニューヨークジェッツ戦でも彼はサイドラインを温めた。その後、 NFL コミッショナーのロジャーグッテルから2008年2月に彼がナイトクラブで女性に暴力を振るい逮捕されたことに対して1試合の出場停止処分を下すと発表された。この年彼は874ヤード5タッチダウンの成績でシーズンを終えた。2009年2月2年連続で チーム成績が低迷していること、カンザス式市内でもブーイングを浴びることなどから遺跡を望む発言を地元ラジオ局のインタビューで明かした。2009年にチーフスのヘッドコーチに就任したトッドヘリーの方針に不満を抱き4月18日から始まったミニキャンプには欠席した。またシーズン開幕後1勝6敗とチーム成績が低迷した時点でロッカールームやツイッターで NFL 選手経験のないトッドヘイリーにヘッドコーチとしての資質がないと批判をしたためチームから1試合の出場停止処分を受けた。その後チームに復帰することなく11月9日にチームから解雇された。2009年シーズンは7試合に出場し358ヤード獲得タッチダウン0回であった。その同月17日にシンシナティベンガルズと契約を結んだ。 マービン・ルイスヘッドコーチによると、当初はランニングバックの序列でも最後であり、セドリック・ベンソンなど主力が離脱した場合の保険と評価されていたが、11月30日のクリーブランド・ブラウンズ戦で先発出場を果たし22回のランで107ヤードを走りチームの勝利に貢献した。シーズン終了後フリーエージェントとなっていた。彼は2010年3月はシントン・レッド・スキンズと、 契約を結んだが、開幕から2試合で5回のランでわずかにヤードに、終わりチームより放出された。2011年8月23日、マイアミドルフィンズと契約を結んだが、9月3日、最終ロースターカットで、ドルフィンズより解雇された。その後、ダニエル・トーマスが負傷したことから9月8日に、ドルフィンズと契約、第2週のヒューストン・テキサンズ戦で1回2ヤードに、終わった後、 解雇された。ジョンソンは父親のラリーとの間柄をとても親しいし、間柄であるとたびたびインタビューに答えている。彼の弟のトニーは2000年から2003年までペンシルベニア州立大学の先発 WR だった。ファンタジア・バリノのウェン、ICU や JZ のロック・ボーイズなどのミュージックビデオに登場している。 チーム ROC と契約を交わしており2005年12月4日からタッチダウンを上げるたびに ROC のサインを上げている。2009年3月 TLC のメンバーロゾンダ・トーマスとの交際が噂された。ガールフレンドへの暴行や2008年2月のナイトクラブで女性の頭を掴んでの暴行、2008年10月10日にはナイトクラブで顔への唾吐きなど、 プロ入りした2003年以降4回逮捕されている。つばきの件では民事訴訟も起こされている。なお2008年10月16日に3日後に行われるタイタンズ戦の出場停止を行った件について、後にチームは事件とは無関係と述べている。2008年の2件の事件について彼は事実を認め2009年3月に2年間の保護観察の判決を受けている。 ありがとうございます。